変わってるね。よく言われます。はい。プロレス以外好きなものがなかったっていう。俺はね、昔ね、これもカット、まあいいか。マイセーフ。あ、どうぞどうぞどうぞ。こちらに一回、すいません、来てもらって。よろしく、はい。元レステルワンのペガソイルミナルと申します。はい、お願いします。よろしくお願いします。田村と申します。お願いします。じゃあ、座っていただいて。お願いします。名前は言って大丈夫ですか？今後まだどういう感じでとは決まってないんですけど、一応本名は渡辺相馬という。あ、はいはい、はい、じゃあ名前は言われペガソ、ペガス選手って言ったら、はい、今21、21、あ、若い、はい、伊藤選手、そうです、伊藤さんが2期生で僕3期生。伊藤選手はどんなイメージですか？やっぱ自分とは真逆のスタイルというか、うんうん、体も大きくて、背も大きいし、横にも。あ、パワーファイターですね。はい、いや、これは本音トークだから。はい。じゃあ、好きか嫌いかで言ったら。あ、好きです。本当に？はい、好きです。普段では、プライベートで伊藤選手が付き合う。ご飯連れて行っていただいたりでもあります。プロレス学校出身とは、ちょっと多少先輩後輩ってあるでしょ。はい、で、多分金額が2500円だったりします。はい、そういう場合は、お金ってどうする？どっちが払う？は伊藤さんがごちそうして、はい、くださいます。めちゃめちゃいい先輩じゃん。はい、本当に、はい、2500円だから、いや俺1500円出すよ、1000円でいいよとかっていう関係でもいいと思うんですけど、はい、いや伊藤さんが、いや俺が出すよっていつもごちそうしてくださいって言います。あ、偉いね、それは。いや、そこは、うん、真面目に見直した。いや、すごいすごい。じゃあ言える範囲でいいけど、やっぱでも先輩だからちょっとは気使うでしょ。本当に気使わないで、気使わないで、はい、接しやすい先輩だなとは。チェッて言う時あるでしょ。舌打ち3回ぐらい打つ時あるでしょ。いや、ないですよ。ない、はい、全然ない。あ、いい、いいですね。はいはい、いい。俺はね、昔ね、新弟子の頃ね、はい、もう、あ、まあこれは、これもカット、まあいいか、吐き出すとこなかったから、ドッピーチーズの箱の裏にグワーッと自分の思いがもう来たんです。これ面白くないね。それぐらいなんか面白い話してよ。ちょっとプロレス学校に 入学、はい、そのきっかけは何だったの？きっかけはやっぱり一期生からレッスルワンの総合プロレス総合学院っていうのを入りしてて、はい、自分もやっぱその時は高校生だったんで、はい、やっぱ通うのも、うん、まだ今じゃないんじゃないのみたいなのがやっぱ親に。それちなみに情報は何にしたの？やっぱネットですね、SNS。あ、はい、ネット、あ、そっかそっか。入学する時に緊張したことってなかった？入学式で、後楽園ホールのレスラーの大会の休憩時間にリング上で、はい、武藤さんが前に立たれて、うん、リングにも上がったこともなかったんで、まだその時自分高校3年生で、うんうん、もう卒業進路も何も決まってない状態で、ちょうど学院を卒業したのと高校卒業したのが同時、学院を卒業して絶対プロレスラーにならないと、はいはいはい、高校卒業したらもう何もなかったんで、学校終わってすぐ電車乗って、それで一回も休まないで半年間帰って。すごいね。練習は週3回とかっていうか、月曜から昨日まで週5回。あ、そんなにあるんだ。やってみてどうだった、はい、見てるのとやってるのやっぱ全然違うな。ぴょん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 と。え、それは入学前から思ってた？そうですね、プロレスラーになる前からこういう井口選手、早草選手みたいになりたいっていうのはありました。一番初めにプロレス見たのはハッスル、うん、はいはいはい、あの伝説の団体、はい、ハッスルを見てプロレスになりたいって思いました。どういう覚えてる試合ある？いや、僕はもう坂田さんが大好きで。ああ、坂田先生が好きなの？坂田一次選手。ちょっと変わってるね。よく言われます。はい。よく言われる。よく言われる。坂田選手が好きで、あとは坂田一次さんとか、はい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 、はじりさんとか。ハッスルと違うでしょ、ペロ選手。こんなに跳ねたり。
最初ハッスル見た時は、うん、ハッスルしか知らなかったんで、うん、これがプロレスなんだなっていう、新日本プロレス監督とか全日本プロレス監督も知らなくて、うん、ハッスルがプロレスと思ってました。ああ、それ何歳ぐらい？小学校3年生、4年生ぐらい。あ、そんな小さいの？はい、小学生ながらの時に、うん、こうスーパーキックした時に火花がパチパチパチって、うわすごいな。ちょっと待って、これね、スーパーキックっていうのはこうなんかトランスキックみたいな、うん、こう片足で相手の顔を、はい、横蹴りみたいな、ね、はい、うん、時に、うん、火花がパチパチパチみたいな食らった相手が、あ、出るの、火花が出るの、はい、へえ、それは、はいはい、まああれ演出、まあ、今思うのは演出だったんですけど、うん、いやそれはわかる、はい演出かと思わなかったの。そうです、小さい時、うわすげえと思って。それはさ、坂田さんがすごいんじゃなくて演出がすごいんじゃないまあそれだから、それはさ、俺が横蹴りしても田村さんすげえってなってたわけでしょまあそうかも、そういうことね、こう見て分かりやすいのがいいよね、はい、俺ハッスルの関係者も知ってるんだけど、伝えたら喜ぶと思うな。ですか。いや、すごい喜ぶと思う。それが小学3年生。ハッスルがなくなってしまって、うん、プロレスを見てなかった時に、うん、深夜に新日本プロレスさんのワールドプロレスを見た時に、はいはいはい、たまたま井口選手が出ててすごいなと思って、うん、お父さんに言ってこれを見に行きたいって言って会場に連れてってもらって、もハマっちゃったみたいな。5年生6年生ぐらいだった。じゃあ井口選手に会ったことある？選手になってからはないです。ファン時代は握手とかしてます、はい、写真とか、まあ、今でもいっぱい撮ってある。あ、これいいね。なんか将来、うん、井口選手とね、もし戦えるようになったらさ、戦いたい。そうです、やってみたいな。ああ、いい、それいい目標だね。そこを目指していけばいいと思う。なんて言ったの？お父さんかお母さんか。お父さんです。その1期生の時からあるのは知ってて、うん、行きたいって言ったんですけど、その時はダメって言われて、で、高校卒業する半年前に、まあ、いろいろみんな周りの友達も進路って決まって、うん、自分何もなくて、でもやっぱりプロレスラーになりたいっていうのは諦められなくて、もう一回親に、次今3期生の募集あるからプレーに行きたいって言ったら、自分がやりたいことやった方がいいんじゃないのみたいな言われて、お父さんは OK してくれる。お母さんは反対？お母さんは今でもやっぱり危ない、やっぱり反対してはいるんですけど、やっぱり試合があるときは応援に来てくれたりとかは、うん、へえ。じゃあ最初に1年です。1年後ぐらい、1年後ぐらいにまた改めて応援に行ったら、お父さんはいいよと。そうです。でその代わりやっぱ学校にちゃんと前、どんなに練習が疲れてても学校に行くっていうのに OK してもらって、うん、あ、分かるな。ご両親のおっしゃることはすごくよく分かる。お母さんはじゃあ最後どういう感じで、自分がやりたいことをやるのが、もう一回きりの人生だからやった方が、うん、どうしてもってなったらいいんじゃないのとは言って承諾してくれた。それまでやり取りは何回かあった？そうですね、ありましたね、やっぱり。じゃあプロレスラーになりたい、なるぞっていう意思は固かった感じなんですね。そうですね、プロレス以外好きなものがなかったんですえ、ゲームとかは？いや、ゲームとかもやっぱ買ってもらったりとかするんですけど、うん、やっぱ飽き性というか、なんか全然クリアもできないとすぐやめちゃったりとか。じゃプロレスが好きだったの？はい。デビュー、うん、最後に卒業テストみたいなのが、うん、合格した人だけレスラーの選手と試合がシングルマッチさせていただいて、うん、そこで卒業試合兼デビューっていう形でデビューさせてもらいました。その時ってご両親は？は来てました。なんか言われた？痛々しいという。痛々しい、はい両親に来てほしかった？来てほしかった？では見てほしかった、行くよみたいな感じで、うん、おばあちゃんとかおじいちゃんも来てくれました。デビュー戦見られるのって結構恥ずかしいかなと思うので、その辺ってどんな感じ？緊張でもうそれどころじゃなかったっていう。ああ緊張して試合内容覚えてる？いや、まあ、結構何回か動画を見てるんで、うん、こういう試合だったなっていうのは、ね、はい、分かる、はいはい。やってる時は分かんない、ね、こんな痛いんだなっていう、あ、びっくりしました。プロの選手のやっぱエルボー食らった時に思い、痛いなっていうのがありました。最初あれだ、自己紹介、クラフィガスルミナル
じゃなくて。じゃなくて。その、あんまり深く考えないように。ペガソですって言ってもいいと思うから。はい。元レッスルワンのペガソイルミナルです。自分は埼玉県出身で21歳になります。で、まあ、レッスルワンではたくさんの経験を積ませていただいたんですが、まあ、結果がうまく残せなかったので、次のステージのリゼットさんでは、結果が残せるよう精進していきます。よろしくお願いします。おお、素晴らしい、いいね、いけるね、いけるね、お、すごいすごい。じゃあ、すみません、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。長々と。いや、全然。ありがとうございます。